はいどうも、ビップです。やってきましょう、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。ということでですね、本日の動画はですね、中日ドラゴンズのりを使ってみたです。ありがとうございます。いやー、のり。はい、ということですね、もう僕と言ったらもうのりなんですよね。で、そののりが、近鉄じゃなく中日ドラゴンズで TS 出たと。ちょっと見ていきましょう。はい、こちらですね、中日ドラゴンズ中村のりひろ。近鉄と2体持ちしてます。はい。で、守備も B あるし、いやもうね、こののりも強い。あ、特殊能力上げてない。最悪。うわ、これ上げなあかんやん、またもう。ちょっとこのオープニング取り終わったら上げに行くわ。はい。で、一応称号チャレンジもできますんで、称号チャレンジして、でも中日ドラゴンズ純正でね。バコバコ打っていきたいと思いますんで、いやもうめっちゃ楽しみ。中日のノリのね、このなんていうかな、フォルムも楽しみやね。今までずっとこう近鉄オリックスのユニフォーム着てるノリしか見てなかったんで、もう早速ね、この背番号99番ノリヒロやっていきたいと思います。ということで、まああんまり使いたくないんですよね、ノリヒロ選手。まあ同値になるためには、まあ星4の打撃を極めし者とかその辺なんで、まあ4本つけていきましょうか。4冊か。はい、一発で決まってくれ、頼む。あ、じゃあ5冊でもよかったな。まあいいか。結構ね、同値になる勝負あるんで。飛ばしはどうでした？あー惜しい。2回目。さあ打撃は極めし者、星さんの称号は何か忘れた。あ、切り込み隊長、これどっちや多分。おー、まあ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 、いやけどまあ賞味ね、パワーミーと A の同値じゃないから、うん、まあ賞味なんでもいいんやけどね。リアタイの方がいいかも。リアタイ特化した方がいいかもね。来い超人。最後5冊つけてみよう。じゃあこれでリアタイいきましょう。さあ星さん来い。なんて、おお、これ死者いっとくわ。うん、これ死者いっとく。はい、ということでリアタイいきましょう。はい、ということでですね、中村のりひろ選手使っていきたいと思います。応援歌もねちょっと入れてるんで、中日時代のねのりの応援歌俺知らないんで、合ってるかちょっとね聞いてほしい。ちょっと黙るね、ちょっとだけ黙る。これちょっとのりだ、のりもと選手の方ね。のり合ってる？こんなかっこいいんや、ノリの中日時代の応援歌。おいしょ。え、嘘、今のフォロースルー抜けるやつじゃん。長打警戒か。さあ、中村選手を、2軍の打撃コーチに降格させた、辰巳さんです。辰巳監督ですね。はい、ノリよ、これが一軍の選手たちに教える打撃打造打法です、今の。はい、見ました、今の。詰まりながらセンター前ね。いやちょっと待って、変化量マイナス1か。うわ、だる。いや、えぐい。それはえぐい。それはえぐち。よいしょ。さあここちょっと手入れときたいな。ボール。いや、えぐい。マジでえぐち。エッグチーズバーガーなんですけど、マジで。きた。いやー、うまいこと作ったけどな、今。江口やって、江口やばい、もう負けるって。最近めっちゃ負けてるからさ、もうやばい、負けたくない。取ってな、な、なったー。誰や、ライト誰やったっけ。ライト確か武志さんやったら気すんねんけど。武志さん結構守備いいな。あば、危なー。いやこれ落ちる、だるい、危なー。さあ絶対見逃すフォークいこうか。あー、くっそー、それ入れんかい。取ってよ、取ってよ、取ってよ。よし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 、いいよ、抑えてる抑えてる。相手打率高かったからな。マジで松葉投手はいける。長径のアウトロースライダー。じゃあスラブ、うん、どんどんアウト攻めよう。ノリノリ、無理か、ノリ怖えー。いやー、マジか。うわ、タイピン出てよ、帰ろ帰ろ、タイピン出てくれよ松葉投手。ナイスボール、オーケー、ナイスナイス。帰へんのかーい、帰へんのかーい。ナイスボール、うまっ。それ救うか、これビタビタ。皆さん頼む。これ間違えても落とさんといて前に、危なー。勝負、よし、いい勝負してる。ノリまで回そう。ビシエドーホームラン。よし、変化でマイナス1ね、変化でマイナス1ね。よっしゃー、よしよし、
変化でマイナス1しっかり頭に叩き込んだ打法です今のは。さあ代打 OK、 いい通用、いい結果になりましたよね。頼む頼む頼む、うそー、広角打法で出たら絶対入ってたやつ、抜けろ、なんでここも代打行こう、シューペー OK ナイス広角、あと1人出たらノリまで回る、頼むよっしゃー来た、これゲッツーじゃなければ頼む、送ろうかな、これもう最悪、いや、いっか、いける、自信持て、もしちょっと待って、もう嫉妬しかも特能出えへんし、嫉妬であんだけ打球飛ばされへんのやばい、頼むノリ、特能出てなくても関係ない、来た来た、よーしよし、落合監督なんそこ、じゃあ落合英二映すのそこな、そこ落合英二映すんや、立浪監督じゃないんや、あ、そっか、立浪監督、いや、あの選手として出てるから監督代理なんや、落合英二が、そうや、加藤選手ノリ、これが一軍の選手に教える打撃打打法行こうぜ、燃える決意は渾身の力込め、箱根スタンド当てるぞ立浪、いやー、いやこれちょっとね、俺ね多分ねいい勝負なりそうやねん、これ多分点取られると思うよね、これゼロで抑えたら松葉選手また先発のローテーション枠あるからね、ノリノリないノリないノリよ、さあコントロール対右打者、もう完璧完璧です、この得の、もう右打者に対して完璧な得の出てる、ナイス、もううまっ、え、うまっ、うまっ、武石さん、これ交代か、うわ梅野選手夏、うわここでコウスケイエスか、うーわーこれちょっと中継ぎたいけどな、まあいっか、もう1点取られるまでいくか、ここはぜひ決めておきたい、はい、よし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 、なるほど、さあはい取れるよ、たけしさん、いやそれたけしさん、たけしさん、うわこれ折り乗り来た、折り乗りが、あー大ピン出んかった、あこのユニフォームかっこいい、タイピン出ろよ、ちょっと待って、これ次はここね、福谷選手なんよな、タイピンで、タイピン、なんでもうイライラする、すごいイライラするよ、タイピン出ないんですけど、マリンスタジアム、それゲッツ、なんでやん、タイピン出ろ、おい、ちょっとこれ剣するわ、次誰、カズマか、いやいける、もう出んかったらピッチャー交代、もうタイピンついてます、なあタイピンついてますか、もうここは浅尾選手でしょ、ガチで勝ちに行くから、頼む抑えて、よし、いいよいいよ、ナイスボー、いけるはず、よーはい、ということで2試合目ですね、ちょっとね1試合目がねあの白熱しすぎてちょっと声がね枯れそうなぐらい叫んだんですけど、もうノリね、もうホームラン打ってるんで、これもねホームラン打ちたいと思います、はい、宮城選手ね、最新の宮城選手やな、まあ、ノリは打ちやすいな、近鉄も中日も、まあ、行くよ、2打席連続行こう、ボール、ノリの応援歌かっこいい、マジで長っ、えぐい、さあ見た、フルカウント、ボール、まあこれはまあ勝負した結果やから仕方ないね、はい、相手の方もこれはもうかなりの勝負来てた、気迫が感じれました、さあノリを見とけ、これがこれが一軍の選手に教える打法だ、打法だすよ、うん何言うてんねん、よいしょー、さあたけしさん、ドラゴンソウル見せろー、はい、今棒読みドラゴンソウル見せる言ってなかったら絶対に振ってましたね、この球、わっ、えぐたけしさん、さすが12球団でも代打枠レギュラー枠、いやー詰まった、おー落ちるか、よし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 、ビシエドーホームラン、エールタンケ打てー、パラララララララ、ビシエドーホームラン、エールタンケ打てビシエドーホームラン、エールタンケ打て
ラララさあここはもちろんマルティネス背番号1のすごいやつがいてフラミンゴみたいちょいと一本足でスーパースターのお出ましにベンチのサインは敬遠だけど逃げは嫌だわさあここはノリにつなげるためにタンダでいこう京田選手今1軍出てるんかな試合さあ大島選手よしセカンドカバーさあノリノリ全然得の体勢ちゃうなノリで終わろうノリのホームランバット投げで終わろう2打席連続フォアボールやめてねいやボール球か今のいや今のスローカーブうまかったなー